待ってたぜ。母ちゃんの手紙の返事書こうとしてるんだけどよ、真面目に書こうとすると意外とやりにくいもんだな。ところで俺は立体軌道には結構自信があるんだが、お前の目から見て他の技術はどうだ？だよな、調査兵団で生き残っていきたいならこのままじゃダメだと思ってたんだよ。お前はいつの間にかだいぶ実戦経験を積んだみてえだな。差をつけられちまったか。なあ、お前と一緒の任務に行けるよう上官に掛け合ってもいいか？巨人の討伐経験を積んでおきたいんだ。実戦慣れしてるお前がいてくれれば安心だ。いいだろう。そう言ってくれると思ってたぜ。決まりだな。まあ、あんまり面倒はかけないようにするからよ。頼んだぜ。俺がやるんだ。見ちまったしよ。巨人と戦うなんて二度とごめんだと思ってたけど、これが俺たちの選んだ仕事なんだ。どうせ戦うなら徹底的にやってやろうぜ。腕を上げねえと死んじまったマルコにも笑われちまうだろうしな。応援団、助けが必要だな。作戦を始めるぞ。助かったわ。ありがとう。いいってことよ。あの色は助けに行かなきゃ。
かねえと間に合ってくれ。ほらよ、このままでは誰か来てくれ。救援感謝する。お役に立ててよかったです。完璧だった。任せとけ。当然さ。お願いしますよ。ああ、承知した。すみません、助かりました。心臓は一つだ。死に時を見誤らず。あの色は、助けに行かなきゃ。いい動きだな、俺も負けられねえ。ごめん、手伝ってくれる？じゃあ作戦に取り掛かろうか。あんなの余裕だ。取られた。エレン、あれは救援要請か。わかった。じゃあ任せていいよ。わかったぞ。あの巨人、注意が必要だ。
Thank you.
だ。感じじゃねえか。
とお願いしますよ。ああ承知した。わかりました手伝ってもらって正解だったぜ。やっぱり実戦慣れしてるだけはある。これくらいやれれば誰のとも知れねえ骨の燃えかすにがっかりされずに済むかもな。それにこの腕なら調査兵団でもなんとか生き残っていけるはずだ。任務は無事終了だ。お前、俺の教えた通りに立体起動できてたじゃねえか。俺もお前の戦いぶりについていこうと必死にやったおかげでだいぶ実戦に慣れることができた。それにここでくたばるわけにもいかなかったしな。母ちゃんに手紙の返事が出せなくなる。とにかくお前がいてくれて助かった。礼を言っとくぜ。元気かよ。おい、あれエレン・イェーガーだろ。巨人になれるっていう、あんな化け物をよく切り札なんて言えたもんだな。つうか、なんで化け物が街中を好き勝手歩いてんだ。危ねえだろ。ちょっとやめなよ。そいつが怒って巨人化したらどうするのさ。やべ、やっぱ聞こえてたか。お前、へえ、じゃあ何だってんだよ。巨人になれる人間なんて化け物以外の何だってんだ。おい、行こうぜ。こんな奴らを相手にしてたって仕方ねえだろ。なあ、お前には俺がどう見えるんだ。ありがとな。くそ、何を迷ってたんだ。なんか吹っ切れたような気がするぜ。そうだよな、誰に何と言われようと俺は俺にできることをするしかねえんだ。そしていつか必ず巨人を駆逐して外の世界に行く。やってやる。
いいものが揃っているよ。また来てくれよ。揃っているよ。また来てくれよ。いらっしゃい。また来てくれよな。次はどんな特訓をすればいいと思う？あれ、あの二人。エレン、だから同じ部隊の時は私があなたを守るから、できるだけ私から離れないで。いい加減にしろ。俺はお前の弟でも子供でもねえぞ。戦闘中はお互いの任務に集中すべきだろうが。揉めているみたいだね。あれは仲裁した方が良さそうだけど。でも そうだよね。よし、エレン、ミカサ、ちょっといいかな。ミカサ、君の気持ちはわかるけど、本当にエレンのことを思うなら手を出さず見守るのも必要なんじゃないかな。エレンも反発したいのはわかるけど、まずはミカサの心遣いに感謝して力を合わせて生き残ることを考えたらどうだろう。ベルトルト、お前の言う通りだ。ミカサ、すまん。いざって時は頼む。ただし任務に支障のない範囲でな。エレン、私こそ悪かったけど、ベルトルトがそんな風に言うなんて。ああ、驚いたな。ベルトルト、なんか今のお前、前よりもずっと頼りになる感じがするぜ。できた。本当に二人を仲裁できたよ。やった。まるで僕じゃないみたいだ。そんな、褒めすぎだ。照れてしまうよ。これも君が特訓してくれたおかげだよ。ありがとう。これでライナーの支えになれるかもしれない。最後にもう一つ頼めるかい？一緒に任務に志願して実戦でも自信を持って動けるか見てくれないかな。負けるもんか。前にも誰かに言われた気がするよ。実力はともかく意志が弱すぎる。そうだよ、もっと自信をつけるには強い意志を持たなくちゃいけないんだ。
精一杯頑張るよ。君も見守っていてくれるかな。おい、こっちを手伝ってくれ。ありがとうございます。助かりました。心臓は一つだ。死に時を見誤るな。頼んだ。分かった。演弾だ。苦戦しているのか。買いそうなのがいる。相手する。ありがとう。お願いしますよ。ああ、承知した。戦えるなんて君はすごいね。拠点を立てな。あんなの攻撃さ。君たちは調査兵団の未来だ。ここで死んでもらうわけにはいかない。と
にかく巨人をぶっ殺したい。無駄な。やっぱりすごいね。私なんかとは全然違う。強そうだな。戦わなきゃダメなのか。相手する。積極的に戦うことができた。これならライナーたちの力になれそうだ。きっと君がいてくれたから成功したんだ。ありがとう。本当に。任務を成功させられてよかった。それに僕も自分でも驚くぐらい積極的に動くことができたよ。きっと自信がついてきたって証拠だ。これでライナーにも認めてもらえるはずだ。力を合わせていつか故郷に。ってごめん、まずは君にお礼を言うべきだったね。いろいろと助けてくれてありがとう。